お疲れちゃんです、ロットです。今日はですね、こちらゴブドリーウォールブレイカーやっていきたいと思います。久々のねゴブドリーやっていくんですけど、まあちょっと増えましたね。まあ下方食らってめっちゃ減ったんですけど、まあその後じわじわ増えてきだしてるところで、まあゴブドリーだけだと出てくるゴブリーの数が一旦減ったんでね、火力が落ちたっていうのもあり、まあウォールブレイカーもセットで、火力を補ってて、まああとは縦線がいますね。縦線の火力が高いので、まあウッドでも解けないし、縦線テスラでまあ何でも防衛できるよねっていうので、さあこちらやっていきたいと思います。まあ、このデッキね、世界一桁に使ってる人がいて、マルチね、マルチ上位使ってる人がいて、まあその下にちらほらね、まあ、何人かいるよって感じで、結構使われてはいる。てか、まあなんなら、ウォールブレーカーでこの形以外、うわ、すっげえ降ってくんな、空。そう、ウォールブレーカーでこの形以外いないんじゃないかっていうぐらい、この形の、ゴブドリ、ウォールブレーカーが流行ってます。ウォールブレーカーいます。ごめんなさい。ゴブドリですね。他のゴブドリの形はあんまいないですね。さあ、オリーベビーメガゴなんで、これ足るかな、多分。お？ああ、遅延スキルだ。お、でかっ相手あれだな、ミスったというか、ね、事故ってますね。で、これ、スケラーだと思うんですけど、ここまで来ると。スケラーに対してね、僕なんか縦の戦士があります。で、ファイボのね、ファイボだと思うんですよ。ここ最近の遅延スケラーは。いや、違う、ごめんなさい。ごめんなさい、嘘ついた、俺。ゴリゴリのバルーン。ゴリゴリのバルーンで、なんだこれ、なんだこれ、ベビーメガゴ、やばいやばい、待って、間に合う、タケノコ、あぶね、間に合う、なんだこれ、ベビーメガゴ、ん？ちょっと待って、本当に分かんないんだけど、マジで、いや、ゴブリンいいよ、軽く地味高だからな、地味高、さあ、危ない、ギリ間に合った、で、本当に、君の敵何か教えてほしいんだけどな、ベビーメガゴランパーあるんですね。これはね、わかんない。本当にわかんない。で、ちょっと、強そうなんで、これ、ボンバーの前にね。ボーラーバルーンだけど、メガゴになってるんですね。だから、ボーラーバルーンって、インドラとかなんですよ。ベビードラインドラとか、まあ、インドラライドラとかなんですよ。全然スケラじゃねえやん。縦の戦士、使うとかあんまなそうだな。いや、でも火力これ見て。地味高なのよ。縦戦だって1体死ぬだけで、相手のボーラー溶かせる。で、これは、カウンターがすんごいことになりそうで、ちょっと怖いんですけど、まあまあまあ、テスラとファイバーあれば大丈夫でしょうっていう。さあ、ボンちゃん。でも、ちょっと変わったね。ちょっと変わったバルーンじゃないか、これは。で、あとちょっとなんでね、降りたいっすよね。で、この辺で、ファイスピとウォールブレイカーでね、もうゴリゴリに仕掛けてあげて、なんならね、先置きテスラ。なぜなら、ゴブドリがあるんで、ここで逆サイね、ランババルーンいきます。ピューン。よいしょ。ですが、タケノコでね、釣れます。で、テスラも残ってます。なので、この間にウォールブレイカーとかで攻めてあげたら、相手はね、やべえ、守んなきゃってなって、もうバルーンにはね、なんもできないよん。ゴブリン?いや、なんかゴブリン地味に、地味にいい活躍してんな、さっきから。さあ、なので、まあ、この時は、先置きテスラもできるよねっていう。まあ、テスラを延命させなきゃいけないよね。やべえ、俺なんか変なことしようとしてる。さあ、このメガコの一発もね、入れたくない人はこうやって釣ってあげてね。まあ、一発ぐらいあげてもいいと思うんだけどな。さあ、あと500が世界一遠いんですけど、500が遠すぎる。さあ、で、まあ、テスラ置く。で、これテスラをマジで延命するか、まあ、テスラ折られてもいいんで、ここね、フリーズ絶対来るんで、パッキーン。さあ、釣ってあげての、よいしょ。いや、これもう、バルーンには負けないよね。多分。だから、バルーンの後ろのベビーメガゴとか、その辺のダメージを入れなければ、多分負けないと思うんですよね。ちょっとね、もうあと500ぐらい削らせてお兄さんって感じなんですけどやめてー、ウォールブレイカーたまたま引かれる。あ、待って、これ入ったんじゃない、入るんじゃない、いや、なんかが入るでしょこれ。おい、入ったのはボンバー、そしてゴブリン、ナイスって感じで、まあ、回転やっぱ早いんでゴリゴリに攻めていきましょう。まあ、いろんな攻めパターンがあるんでね、ウォールブレイカーセパレート、ウォールブレイカー単体、まあ、ゴブドリプラスウォールブレイカー。なんならゴブドリの単体。ゴブドリプラスバルキリーとかね。あと、ハシマイファイスピも結構強いです。なんで、ハシマイファイスピは結構やっていいと思いますね。だってこいつ火力、長押ししたらね、カードのこの詳細見えるんですけど、188万、約200削るんでね。さあ、初手ゴールで来た。あ、ゴレクローンとかちょっと嫌かなとか思いながら。あ、これボンバー延命してあげて。ごめんね、ボンバー。さあ、これ多分縦の戦士がそこそこに強いんで、そう、縦線で溶けるっていうね。さあ。で、これテスラは延命してあげたいよね、正直。いや、いらないか。
鮮明しなくても、おお強い。テスラが やはり化け物。そして先ほどねこっそり投げてたウォールブレイカーが刺さってます。まあこれはね、ボンバーからいきます。いつもゴブドリ使うときに僕言ってるんですけど、ボンバーを一番多く出してください。はい、この僕のカードの中で一番強いのね、ボンバーです。はい、他の人も強いんですけど、そのコストの割にって考えたときに、2コストでなんだろうな、何も対処されなかったら相手のタワー攻撃できるし、防衛も非常に優秀、しかも同コストのね呪文でやられない、そう自陣でねってなった時にも最強なんですよ。マジでマジでボンバー最強なんで、ボンバーを一番多く出して一番殺させてあげてください。はい、さよならボン、行ってこい。さあこれバルキリーでキンギルドしましょう。ってててん、いやこうなってくると後半すごい戦いやすくなってくるんでね。でテスラもあって他のカードもあるんで守れそう。いやこれゴブドリで攻めてもいい気もするんだけどな、どうしようかな、悩むよね悩むよね悩むよね。一回守ります。さあテスラで守って、光栄がやっぱちょっと怖いんでね。あとまあこのテスラが壊された時にドリルでね、もう一回とかテスラ延命してあげるみたいなね。さあでファイボと組み合わせてあげて、いやもうこれで守れちゃうんでね。でさあベビードラはねちょっと怖いのでバルキリーぐらい出してあげて、いやいいね。まああとはここからも俺のターン、俺もちゃんと、ね、攻めなきゃね。一生守ってるだけだと勝てないんで、まあ、ここからゴリゴリいってあげようねっていう。さあ、出さんでいいか。さあ、ドリル、もうイケイケでね、ペース上げていきましょう。いや、これもう終わったんじゃないですか。さあ、延命できそうならね、ちょっと下上げながら、まあ、テスラ置いて、メガゴかな？はい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 。で、ボンバーですね。最強なんでね。ボンバー最強です。それだけ今日覚えてください。で、ダックプリン突進ね、受けたくないんでね。で、これ延命できそうだったらね、延命できないですね。ごめんね、ボンバー。で、ちょっと怖いで、ね。ちょっとだけ怖いよね。さあ、テスラ置いてあげてね。まあ、縦線も置いてあげてね。よいしょ。さあ、まあ、テスラ強いんでね、問題は俺、削り切れるかどうかっすね。まあ、削り切れると思うんですよ。で、こういうのもテスラ咲いてるんですけど、ドリルあるんでね。で、あと、バルキリーね。よいしょ。いや、強い。マジ、バルキリーがね、強いの強いの。で、ゴブリンも強いと。なんか、痛めつけてるような試合になってるかもしれないんですけど、全然削れないっていうね。いやマジで、思ってる以上に防衛が強いのよね。いや、ファイスピが入る。で、あとは、このゴブドリプラスボンバーもそこそこに強いね。このボンバーがね、火力稼ぐんでね。相手これ両方対応しないと。もう終わるんじゃない？いや、終わってほしいな、なんなら。いや、終わんないか。ダクビリ優秀すぎんか。いやー、これはね、ちょっと嫌ですね。まあ、バルキリーに向けて、攻めたいと思います。守るのもね大変なんでね、守ることに飽きたです。さあ縦線で溶かします。この子溶かしてあげないとね、ちょっと危ないんでね。でさあテスラも置いてあげてね。よいしょ。さあテスラが強いです。いやマジで強い、笑えんな。これもうゴブドリウォールブレーカーぐらいでいけるんじゃないか。さあなんなら、おーおー、始まり施設ね2個あるんでね僕。あーそっち変えてらんないで。あでもこれファイブでオーケー。さあグッドゲームっていう、守ろうと思えば多分ね鬼守れます。はい、空とかにもテスラ延命だったり、まあ施設2個、あとはウォールブレイカーファイスピで回したらまたテスラ回るんで、まあ、無限テスラ無限ボンバー意識してやってみてください。さあよろしくね。しっかりボンバーとかね回数出して、なんだろうな、もう2コストでめっちゃ火力が出るわけではないけど、とりあえず出しとくっていうのが大事だよね。回数ね、スペルで死なないっていうのが強い。さあ相手はゴーストで縦線も火力あるんでね、縦線とかでなんかね相手のユニットメイン倒しながらね、ジャイロイジャイとか。さあゴーストインドか、ゴーストインドってなったらラムデッキとか、まあメガナイトデッキとかねぽいよね。まあインドラとかメガゴとか僕ベビドラとか、なんか空飛ぶ系で相手陣地にいるカード結構嫌なんですよ。そうなんですけど、まあまあまあ。これはちょっとテスラ行かれたのは良くないんですけどね。結局、んドリルファイボで。さあ、ラム、インド、ランバーでしたね。ランバーゴーストの陣技かな？そしたらメガナイトとか入ってないですね。そう、最近アイゴレの枠がゴーストになった、ゴーストユーのマジアチャインドラ、ラムライダー、ファイボ、タルババ。的なやつ
概念言います。さあ、であれバルキリー出しちゃうと見抜かれちゃうんですよ。僕この角度だったら見抜かれないですね。さあもうね、端前テスラとかで行っちゃっていいんじゃない。さよならしてあげて、この間にねこう攻めてあげて、すべてテスラが回収してくれます。ぴょん。いやでかい、これもう一発投げるね。オーケー。いやでかい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 。テスラしっかり守るのと、あとマジアチャ事故はしっかりファイボー、まあインドか、あとインドですね。インドラのリセットがないので、まあ、ファイボー一回タゲ取られちゃうと絶対ファイボー打たないといけなくて結構苦しくなるから、あとテスラ使ったらここがね地味嫌ですね。さあこれしっかりファイブ打ってあげて、早めにね盾を溶かしてインドにねタワー攻撃してほしいですね。さあまあこっからか、今ので結構思ったんですけど、テスラ適当に出すとインドラがやっぱ怖くなるんで、テスラ大事にいいかもしれないですね僕は。さあこれバルキリーでもよかったけどな。でゴースト裂いたらゴブドリが強いね。そうゴーストにはね美味しくいかれちゃうんですけど、ゴースト以外だと相手もね、あ、まあランバーか、まあまあランバーぐらいしゃあねえな。さあこれ左サイドバルキリー置くと、このままランバーもね受けてくれます。で回転でゴリゴリいきましょう。ゴリゴリタイムね。さあこれは、あー帰っちゃった帰っちゃった帰っちゃった、そんなバカな。いやこれ達人使ったの良くないかな。いやーこれはもったいないですね。これ結構良くないテスラかもしれないですね。うん、でも一回ランバ使ったら相手もないと思うんで。さあ、陸受けね、温存。攻めながら守る。いやーダメージ取ってほしいんだけどね、意外と取んないよね。さあ、ファイスピのね、ファンイで。ファイン。オッケー、ナイス。いやいい、ちょっと今ヒヤヒヤしたよね。さあ、あ、もうバルキリーの前にいてほしかったけどね。さあ、こうなってくると、なかなかね、僕のダメージも通らない。一旦困ったらボンバです。ボンバ1万億出してください。さあ、インドで焼かれない、バルキリー。いやー、テスラこれな。高めだとな、U の突進とかで行かれちゃうんでね。ちょっとだけ警戒しながら。テスラ MS の後。で、しっかりファイブ打つ。これは結構いい流れですよ。バルキリー残ってる。これ逆サイド行こう。さあ、ゴブドリオルブか。まあ、両サイしっかり振ってあげてね。おー、いい対処っすね、相手も。で、テスラ置いてあげて、釣れるよね。テスラはマジで残したいんでね、僕は。よいしょ。でインドラ事故だけマジで気をつけてもらって、いや勝てえな。もうあそこ攻め5ぐらい打ってもいい気したね今正直。さあテスラ置くで、これもう言うのとか絶対いろいろ来るんでね、もう延命です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 延命してあげて、あとはドリルでね、テスラを延命してあげて、テスラ延命してあげて、延命してあげて、延命してないならもう一周行ってあげて。さあでマジアッチだけは負け筋なんでね。おぎおぎ、いやもう鉄壁ですね。なんかめっちゃめっちゃ攻めも強いと思うんですけど、それ以上に防衛のね、破壊力がパネですね。ナイスナイス、もう一個施設。ナイスオーケー、これマジアチきます。僕の負け筋、マジアチだけです。おいナイスうっゴリゴリ。まあまあ、ウォールブレイカードリルでね、ある程度のダメージやっぱ入りますんで、そこにね、バルキリーとか当ててきて、どうしてもダメージ稼ぎたいときは攻め5打ってね、僕一回も打ってなかったんですけど、攻め5打てば、ノックバックできるんでね、相手のユニット。確実にダメージ与えれますね。さあよろしく。やっぱこのテスラプラスのドリルっていう施設2枚がね、すごい。まあテスラがすごい。下方はよ。さあリンゴの、リンゴ？リンゴさん？ちょっと待って。オーブン。リンゴ？リンゴに動揺しすぎじゃね俺。いや、こやこややないかい。さあ、こやこやは、多分、ドリルの受けがあんまりないというか、回転がちょっと遅いと思うんで、積極的にドリラーで攻めていきたいね。そうそう。で、小屋とかもファイブゴリゴリ打ってって、さあ、マザネクにもファイブ打って、あ、やばい、これ、あれ？ああ、よかった。今のね、ちょっとなんかあれ、空振ったみたいなね。
汗ですが、あとは小屋はもうテスラとかボンバーとかで回収していってね、まあ、マサネコホバーあたりいっぱいね、ファイブどこに打ちゃいいんだってなるんですけど、まあどっかに打てばいいっすね。できるだけでも序盤というか、まあ小屋に打ちたいけどね、正直。ユニット守れるならやっぱ小屋がね、溜まるのが一番ダメなんですよ。ユニットはもうその場しのぎにしかなんないんで、いやーこれめっちゃ、ザッピー型だから、親衛隊の方かな。で、もしホバとか来て、本当にやばかったら撃てばいいと思う。まあ、やばくないんですけど。やばくないんだけどな、全然。撃ちました。これ多分相手、重いんですよね。親衛隊リバーザッピーで、回転がちょっと重いんで、ゴブドリとか結構飛ばし目に行くと、相手もね、ついてこれないですね。僕の回転に。ゴブドリの強みはやっぱそこですからね。回転早み。あとは、ウォールブレイカーで小屋を壊すっていうのも結構ありですね。正直。よいしょ。さあ、テスラ。で、ここでもう一回ね、回るんですよ。やべ、俺のゴブドリの位置が変なとこ。独特すぎる位置に行っちゃった。さあ、ファイボー。そうそう、ゴブドリ行きがね、きつい。あと相手、ボンバーとかもね、もうファイボとか打たないと突破できないんで、しっかりね、ボンバーとか作ってあげてね。よいしょ。これファイスペ飛ぶんじゃね？お、なんか俺のユニット言ってるんですけど、まあこれぐらいはもう最悪。無視という名の許容で。入るんじゃね？ナイス。朝あと20秒。エリババがね、めっちゃ削ってる。ちょっとだけ怖いんですけど、まあさすがに。時間的に鉄壁だし、守れそうですね。さあ、ウッドゲームです。ナイス。まあなんか、小屋小屋とかは、相手のペースに合わせると、やっぱきついんですけど、結局、高回転なんで、これ。もう、ゴブドリー、ウォールブレイカーで攻めて、まあ、小屋ね、ボンバー、テスラ、ファイスピー。で、もう一回ゴブドリー、ウォールブレイカー攻めれるんで、自分のペースをしっかり持つことが大事かな。さあ、よろしくと。攻めていきましょう、ゴリゴリね。いや、初手ドリルはね、でもあんまやりたくないね。なんか基本的にドリルよりは、なんかウォールブレイカーの方が、なんか攻め得というかピンチにならないっすよね。やっぱドリルって4コスなんでね、優先順位的にはね、本当に、もうカード割くのはボンバー1番。で、2番ファイスピ。まあそこの順番逆でもいいけど。で、ウォールブレイカーぐらいの順番がね、理想っすよね。さあ。相手も陸カタカタ系、また陸デッキですね。ペッカとか、まあさっきのデッキとか、そんな感じだと思うんですけど。さあ、ファイボーか、まあ神器。これでも終わったっすよね。メガナイトじゃなかったら。いやーぜ、おいやー、ペッカ工場ですね。そしたら。さあ、ペッカくんは、あれこれ、もし自分がペッカだったら泣いてもいいぐらいの相性じゃないですか、これ。だって縦の戦士、バルキリーね、テスラ。ちょっときつそうですけど、相手からしたら。さあ、どうなんでしょうか。まあ、僕のきついところはなんだろうね。まあ、意外とペッカとか。縦戦いなかったら、みたいな感じか。まあ、でもなんか相性はすごい良さそうな気がするな。さあ、ペッコーです、ペッコー。で、ゴースト咲いてるんで、今結構熱いね。また、エレキザップとかかな。あ、ファイボ。さあ、手をね、止めてはいけません。一生相手にプレッシャーで、常にプレッシャーを与えて、うわぁ、マジかよっていうね、ちょっと、精神的に追いやっていきます。さあ、これいっちゃいます。これは、回るんですよ、僕。あれが。縦の戦士が。いや、これ、生きった、俺。生きり散らかし？縦の戦士が回るんですよ。回る？本当に？本当に？やべ。回んなかったんすけど、守れました。全然回んなかった。なんか思ったよりだな。まあまあまあ。めっちゃ入ったんで、許してくれ。まあこっからは、しっかりね、ゴブドリ使って、あ、これも打っていいね。美味しいね。あ、なんならボンバー。
やっちゃったね君、それ犯罪です。さあ、いやーこれ延命しないといけないんですよね本当は、ごめんなさい。いやうまい、そのゴーストで。ボンバー最強なんだね。相手このボンバーに5打たないと突破できないっていうね。あとね、ウォールブレイカーも意外と陸受けとして優秀なんだね。こうやってね、まあ持って遊ぶかのようにやってあげてね。よいしょ。さあ、タッチ戦。もう鉄壁です。ペッカ GG ですね、これは。はい。というわけで、ペッカ嫌いな皆さんはね、このネキシク使ってもらって。はい。というわけで、今日はね、高回転ゴブドリウォールブレイカー使ったんですけど、まあ、なんか強いね。安定感が違いますね。あとは縦の戦士が、まあ今回のゴブドリには入ってるんですけど、まあ攻めでもやっぱそこそこな火力出るし、防衛でもね、優秀で、なんか意外と防衛力も上がってね、使いやすくなったんではないかなと思います。皆さんもぜひよろしければこちら使ってみてください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんです。またね。